2019年12月です。新吉野駅、ああ、ご搭乗ありがとうございます。そうですね、まあ、寂れた小集落といったところなんでしょうかね。並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。寺本商店、看板綺麗ですけど営業している気配はありません。信号は押しボタン式と。人は曲がるかな。よし、ここから先進んでいきましょう。寂れてるけどそこそこ人は住んでるかなという感じの集落でございます。次は裏幌でいいんだよ。取締りエリア外、このバスは何だろう。高速バス、そしたら38号方面左折していきます。ガソリンスタンドが花と野菜のスタンドとして第二の人生を送っています。次は裏幌ですね。あ、この辺まで来るとまた農業地帯になりましたね。でも霧が出てきました。やっぱり海が近いと霧が出ます。それだけ飛ばす人も多いっていうことなんでしょうけどね。距離線レベル3取り締まりエリア、いやー、それにしてもね、喉が渇きましたね。ずっと喋ってるっていうせいもあるんですけど、しました。で、大型車が何台も連なっていてですね、取締りエリア外、とてもとてもスムーズに走れているとは言えません。渋滞です。
ただ裏頃の違いってももうすぐなんで、まあこのままタラタラと自動追従装置に任せながらタラタラ進んでいくことにします。やっぱり38号は交通量多いですね、40号と比べても。高速道路もね、一応あの阿寒まで来たんで、一応釧路市には到達してるんですけど、それでもまだまだあの釧路の市街地の真ん中まで高速道路が走ってるわけじゃないですからね。で、右折するみたいですけど、対向車が結構来るから全然右に曲がれていけないと。もうようやく曲がったと。そして裏ホローの国道38号はね、これ確かバイパスになってるはずです。セイコーマートがあって、向こうにもセイコーマートがある。セイコーマートが割と近い距離に2軒もある。すごい、セイコーマートが強いですね、裏ホローは。池田はローソンが強かったけど、そしたらあのセイコーマートに車を止めて、ちょっと作戦を練ることにしようかな。ソフトクリーム、ウェモンズハート裏ホロ店というのがあります。あれは食べたくなりますね。ちょっとその前に水分ですね。水分を補給しよう。セイコーマートで水分とソフトクリームを補給しまして、次裏幌駅の方に向かっていきます。これは裏幌バイパスです。このですね、ウェモンズハートっていうソフトクリーム屋さん、美味しかったですよ。やっぱり酪農が盛んなところのソフトクリームってのは美味しいもんですね。それがよくわかりました。そして裏ホローの街が左側にこれ広がっているわけですけれども、駅の方はですね、もうちょっと進んだところを、左折ということになります。ちょうどね、道の駅の手前ぐらいのところですね、左折になります。左距離線道の駅あり、距離線道の駅ありね。300m 先左折です。あの信号ですね、あの信号を左折すると裏幌駅です。裏幌駅もね、特急停車駅ですから、そんな小さな駅ではありません。町もそこそこ大きいです。これが裏幌の駅前通りになるんでしょうかね。なかなか立派な駅前通り。野鳥図鑑 50m、 なんだえ、どういう意味だ、野鳥図鑑 50m。 ちょっと帰り寄ってみよう。青崎橋、そしてこの先が裏幌の中心市街地になるんでしょうね。それなりにスーパーだとか、風来坊、炉端風来坊とかガソリンスタンドとかあってですね、それなりに商店街ですね。右はなんかものすごい豪邸があります。そしてここもですね、中心市街地が再開発されて、両サイドの建物が新しくなっています。そして駅前にパチンコ屋ラッキーというお店があります。これが裏幌駅、立派な駅ですね。
あとはね、車を止めていきましょう。駅前広場のロータリーも立派。まあ全体的に立派な駅です。駅舎も立派。駐車場も完備。まあ、一般利用者にとっては言うことなしですね。マニアにとっては物足りないと。